節になるとツバメが子育てに向けて巣を作り始めます。由利本荘市ではある珍しい場所に巣ができていました。ツバメの巣ができる場所として思い浮かぶのはどこですか？住宅の軒下や作業小屋などが一般的ですが、それ以外の珍しい場所にも毎年ツバメが巣を作りにやってきています。珍しい場所にツバメの巣ができているという由利本荘市の住宅にお邪魔しています。よく見かける軒下などには見当たりません。取材班が自力で見つけることができず、詳しい話を聞くため住人を訪ねました。こちらにございますでしょうか？ツバメです。はい、こちらです。本当にお家の中に、はい、巣ができていたのは玄関からリビングへと続く廊下の天井付近です。完全に家の中、居候状態です。12、3年前ぐらいから来るようになって、毎年4月になるといち早くやってきて、それでお盆の頃には帰ってきます。玄関にある小さな窓から入ってきたのがきっかけとみられ、それから10年以上にわたり毎年巣を作りにやってきます。つがいで住みつき、今は卵が飼えるのを待っている状況です。1羽が卵を温めるそばでもう1羽が羽を休めるなど、仲睦まじい様子がよく見られるということです。もう1週間以内にはピーピーって聞こえると思いますけど、今年は 何羽生まれるかなって期待感と、毎年ヒナたちが巣立つまで見守っています。餌をあげたり触れたりすることはしませんが、卵の殻や糞が落ちてもいいように準備は整えています。よく遊びに来る孫たちにとっては馴染みの光景になりました。姉ちゃんたち、ここにツバメの巣ができてるのはどうですか？一方のツバメも孫たちがのきやかにしていても動じる様子はありません。我が家のように自由自在に家の中を飛び回り、時計の上で羽を休め、リラックスする姿、心優しい家族に見守られ、ツバメにとっては落ち着いて子育てができる場所になっています。なんか長い冬が終わって、あ、今年も春が来たんだなっていう、なんかこう楽しみっていうか期待っていうかね、すごい嬉しいですね、来てもらうと。いや、家の中になんてびっくりですけれども、これ毎年来るっていうことは、ここを安全だと思ってるからですよね。家族のこと心に許してるのかもしれないですよね。あの、日本野鳥の会によりますと、室内にこうして巣を作るケースは1割ほどあるんだそうですね。そうなんです。で、ツバメはカラスなどの天敵を避けるために人通りの多い場所で巣を作る傾向があるんですね。まあ、そのため巣が作られるのは一戸建ての住宅、まあ、そして商店などが多いんですが、ほとんどが軒や庇の下だということなんですね。